今外に出てあのこれを破ります。破るの？え、あの、そ表から、穴を開けます。貫通させます。はい、どのくらいするの？これは100万くらいですね。100万、100万、はい、ここに置いて撮影の邪魔だ。もう今吸い出してる。いや、まだです、これから、はい、あの、わかります、音が出ますね。いいですね、隙間いくつ？1.4 です。すごい、すごいですね。相当隙間面積のシーツというのが、一般的に、まあ、指標する数値なんですよね、はい、かなり 1.4 ですから、数値としてはかなりいい数値です。あの1平米に対して 1.4 センチ平方メートルです。ですから全体でいうと、そう相当隙間目ですね。177平方センチメートル。そうですね。一般的に高機密住宅と言われているものは、やはり悪くても2以下。まあ、その会社さんによって定めている数値というのは、ばらつきはあるんですが、やはり1を切るところもありますね。あ、はい、それはかなり基礎から全部、やはり入れたんで、機密を。ラップしようなかった。